篠宮しずく役の清水彩香です。富永光役角間愛です。はい、今回ですね、私たちが出演していますホワイトデー学校という名の迷宮、こちらの作品を発売前に実況プレイとしてですね、まあ、はい、はい、動画収録をしましたけれども、はい、ね、本当にね、今終わったところでまだ心臓が痛いんですよ。わかる。なんで、あの、もっとなんかこうにこやかなね、うん、宣伝活動をしたかった。私は全然、お化け屋敷行った後みたい、ね、5周ぐらいさせられた感じの、ね、普通の悲鳴上げてたもんね。あとね、このスタジオで音響がさらに良くなっちゃってるから、皆さんはこうぜひヘッドホンとかで ねしてほしいなと思いますが、とりあえずは我々がやった姿を、はい、見て、はい、怖さを感じちゃってまあ笑うなら笑え。絵がねすごい綺麗だから余計にリアルで ね、うん、はい、はい、疲れた。疲れたいいよ、見ればいい。それではね、早速、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、それではどうぞどうぞ。おはようございます。お願いします。お願いします。はぁ、おはようございます。はぁ、おはようございます。お願いします。暗いよおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようって感じじゃない ね全くね。ゲームアプリとかでちょこっとライトゲームするぐらいかな。そうか、あとこれでしょ。うん、まだ、ね、そうね、アナログゲームするよ。苦手なゲーム、びっくりするやつダメかも。怖いやつダメかも、ね、つまりホラーかもしれない。ほんと嫌なんだよね、まずね、この明かりがね、暗いんじゃ、ね、明るくしてほしいんじゃ。空気が、はい、はい、何でしょう。おぉ、ほらほら、こういう空気感じてたもん。やだ、なに、早速、はい、行きますか。でもさ、なんかさ、暗いよね。怖いな、怖いなって感じのさ、もうなんかこう、ね、普段かけてる明かりなんだけどね、音もこれ、ゲームの音ね。本当ですよ。はあ、チカチカして、もうなんか湿ってる気がするもん、コントローラーが。音もさ、なんかさ、この暗さとこの音のさ、環境でやることないじゃん。ね、やだね、清水氏すごいホラー得意かと思ってたから。ダメ。ダメ。ダメ。じゃあ、お化け屋敷とかも無理。あ、意外。いくよ。はい。せい。ノーマル。ノーマルからね。ということで、はい、行きます。始めます。はい。バランスが取れてるらしいよ。おー。何が違うんだろうね。イージーとハードと。あ。ほらもう、ほらもうさ、読み上げて。たださそやかなプレゼント、ほら可愛い箱持ってるよ。消えてったよ。もうなんかさ、イケメンじゃん。そこ大事だよ、俺イケメンってことでしょこれ、うん、でもほら、うん、もう不穏な作空気しかしないよ、このもや的なやつもさ。風がね、うん、夜8時飲み込まれつつあったんだよ、僕は。僕はやだよ、もうずっとこのまんまさ、動画見るだけでいいんだけど。もうさ、このさ、なんかさ、なんか心霊写真でありそうなさ、映像とかのさ、ご覧いただけただろうかみたいな感じ。そうそうそう、やだよね、なんか足にさ、いる気がする。やめてよ、やめてよ。暗いとね、やだよ。まだね、まだかな、うん、うわ、ほらもう閉じ込み、飲み込まれちゃったよ、学校に。超怖い、やだやだよ。あ、スタートですね。スタートですね。あ、そうだね、ホワイトデイだから、その前日ってこと ね3月13日、うん、進みます。もうさ、資格があるのにさ、うわー、っちゃいい。操作説明でしたね。この音やだよ。L
資格ね。そうね。いや、うん、はい、長く走りすぎるとちょっとね、うん、やっぱね、若くてもいろいろあるよね。とりあえず2年8組に向かう。2年8組って組どこだろう。うん、もういいや。これさ、この急のこの出てき方さ、心臓に悪いよね。もう読めないんだけど。掲示板がセーブ。セーブ、うん、はーい。もうセーブする？もう一回あれ。もう何？細かいんじゃ。ヒント隠されてるんだって。はあ。うん、もうなんか私こういう文を読めないからね。ちょっと待って待って。入ってこないの。2年なんだ8組だけ。うーん、メール。メールああはい。難易度ノーマル以上ではメールのあれは助けはないわけだ。なんでノーマルにした。もう。あ、メールがね来ています。あ、2年8組。あ、メール。意味がないというね。2の6じゃない？ 2の6か。違うじゃん。はーい。はーい。もう分かった。はーい。あ、鍵されてるのね。これさ、ちょっとこの、あ、ほんとだ。下向けたら。ほんとだ。で、お、入れた、入れた。てぃーん。やー！はい、あ、照明つけろって。照明つけます。あ、はい、はい、あ、ね、これでさ、誰かいたら超怖いよね。ね、さすがにさ、最初だ、なんかあります。おい、トモヤ、お前のせいで学年主任に化学剤を募集されたじゃないか。俺トモヤ、俺トモヤ、俺トモヤ、でも勝手に見てるだけだから ね、 そうね。体育倉庫の金庫がくすねてこい、ね、このくすねてこいっていう手紙を分かりやすくテーブルに置く子すごいね。なんかあるよ。何これ、豆乳、あ、取れるの豆乳。なんだろう、 HP 回復とかそういう系かな。え、食べ物だし、わかんない。あ、やっぱり回復アイテム。あ、そうなんですね。てかさ、こんな常温で置いてある豆乳とか大丈夫？ホラーじゃない、それこそ。あ、おお、チャックにね、しまいます。はい、あとは、うわあ、何、あ、びっくりした。何の音なの。びっくりした。あ、寒いからね、扇風機にもしてあるよね。え、怖いんだけど、全部もうない。どうだろう。え、ヒント、ロッカーとか。あ、でもなんか あるいっぱいあるよ。いっぱいある。あ、ないんだ。は、こんなんあり。何。は？はあ？え、ちょ、あ、しゃがむんじゃない？あ、ないね。え、なに？ちょっとさ、しまう音もちょっと切れてるよね。はい、次。あ、ない。ね、これ、腹立つ。常温のこと、あ、本棚なんかあるよ。なに？八城？八城？学校マップついてるって書いてる。お、マップ必要なんじゃない？うん。あ、お、次か。これさ、ないんじゃない。全部ないんじゃないの。何のための機能なのこれ。初心者はこれぐらいやってくれるよねみたいな。あ、でも今ないだけでさ、後でなんか出てくるのかもよ。え、怖くない？誰かいるってことじゃん。誰かが置いてくれる。もう何もない。もう何もないかな。ね、これもさ、移動するの、うん、おい、え、何の音なのこれ。風？あ、ガラスの窓が揺れるかな。もう2回戻ってんだけど、超怖い。なんですか。いい、誰かいる。誰かがいるようだ。いなくていいし。てか、なんでこんな時間に来なきゃいけないの。え、根底から。あ、根底の問題ですか。光ってる、光ってる。はい、はい、なに。あい、てい、何もない。なになになに、何もない。出てこないわね。時計見てるだけなんじゃないこれ。さっきのなんか、誰かが出てきたところ行ってみたら、うん、出てきた、出てきた、誰かがいるかもしれないみたいな。どこ、これ、うん、あ、こっちか。 あ、なんかいける、いけるかな。鍵かかってるかな。合わない。あって、こうさ、くねくねしちゃうよね。はい、お、いけんじゃない。いけた。こちら、おー、いますよ。こんなさ、放課後は始まる、うん、始まる。入れそうにないわね。聞き覚えがある声。そうだね。あれ、聞き覚えがある声。何か方法はないのかな。ないのかな。
ちょっとなんか刺激びっくりしょい。なに音もなく現れたらびっくりするでしょ。こっちもなんですけど。びっくり幸せで。てかさ、開けた時点で気づいた。あ、選択肢ある。僕だって君たちのせいで驚いたよ。ごめん。どっちにする？イケメン素振りか、内心ダメ男か。どっちで行く？どうする？でも誰も聞いてくれない、素直に行く？素直に行く？一回ね。え、どっちが素直だった今？あの子、すごい無視だったね。反応返してくれなかったよ。すごいね。そうなの？ちょっとさ、ヒエラルキー見えないかなみたいに、ね、また後でね。行っちゃった。ええ声しとったな、この子な。ええ声だったね。すごい。8組の藤の聖火よ。はい、さやかさん。あ、8組じゃん。あ、本当だ。うわー、だんだん。お、知ってる人の名前がしずくさんって。しずくさん、こっちです。うそー。驚いたけど、あえて嬉しいわ。これさ、ちょっとフラグが上がったんじゃない？うん、聞いちゃいますか。どうする？ちょっとツンデレしようか。ちょっとツンデレしよう。君には関係ねえよ。言いたくないなら別にいいわ。それ以上のツンデレで返されたね。絶対気になってるよね、この子。ちょうどよかったわ。はい、手伝ってほしいことがあるの。何？こうやって喋る子なかなかいないの。どうする？まあ、進みましょう。そうね、うん。頼もしいじゃない。ついてきて。めっちゃ上からやな、うん、気の強さすごい ね。可愛ければいいと思うなよ。光と光で困ってたんだけど。光、はい、はい、あ、さっきの子光ちゃん、光なの、ね、いい声してたね、光ちゃん。そうなの、声優に向いてるかな。ああ進むのね。ついてこいと、はい、ごめんなさい。怒ってるよ今。怒ってる。あんたが手伝ってくれると助かるんだけどな。近すぎないね、近すぎない。怖い。ね、どこ向かってる？どこ向かってるの？男子トイレ？お？女子トイレ？女子トイレ？え、行けないし、始まんじゃん。いらっしゃい。女子トイレは初めてよね。いらっしゃい。初めてかどうかはちょっと知らないけど。お花を摘む間、そばにいてほしい。こっちにしよう。やば。な、何言ってるのよ。変態。まんざらでもない。霊感室に教官が置いてきちゃったんだけど、閉まってて入れないの。あ、それを取りたいのね。さっきの機械実習室に鍵があるはずなんだけど、うんうん、そこも閉まってたのよね。ほうほう。だから、あんたが無換気口から入ってすごいよね。鍵を取ってきてよ。めっちゃためるね。やだ。それ嫌だよね。え、お前が忘れたんだろうがよ。女使ってきた。だよ。同じ選択式でも進めましょう。そうだね。ありがとう。あんたならやってくれると思ってたわ。こういう友達周りにいないからさ、ちょっと苦手だわ。うん、なんか交渉も必要だわ。脚立と腰。あ。ちょっと探してきて。アイテム探しに行かないといけないわけね。はあ。え、お前は何すんだい？学校の中を探せば必要なものが見つかるはずよ。自分は動かないんだね。お前は何すんだよ。ああ、なんかさ、ない。後ろの鏡に誰か映ってたりするんだよね。やだよ。俺だ。俺がいるよ。和式ってところがずぬね、床のシミとかがさ、ちょっとリアルなんだよね。うん、消せ。嘘でしょ。つけてあげよう。どこ行く？あ、じゃあさっきの先に行けたら。あ、そうだね。行ける行ける。教室は、うん、あ、ここが入れないんだよね。そこの鍵が欲しいというやつ、ね。あ、なんかある。なに？え？悲しそうな鳩の絵だわ。うまいよね。うまいけどこれで終わりなの？しかもこのさ、文字って誰の気持ちなの？あ、光ってる光ってる。お、なに？あ、ペンチ？お、ニッパー？
ニッパー？ペンチ？にゃ、近づきたい。ニッパー。ニッパー。はい、ニッパーゲット。あ、意外と簡単じゃない？うん。なんか光ってる。お、あるよ、脚立。あ、本当だ。自販機。自販機何売られてんの？豆乳売ってるよ。ね、豆乳誰か買ったまま置いてったの。あれ飲みかけじゃない？即席ご飯。あ、なんかあれ？え、もしかしてこれなんか買えるのかな？コインが一つもない。コイン集めなきゃいけないとかってこと？コインとか文章来た。よそとじわい。あ、じゃ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 。キャタツゲットする。え、なに今の音？え、キャタツの音？おお。うわこの黒電話系の音。電話あった？え、電話あった？ねえ、変わる。え、嘘だ。やだもう。ねえ、ちょっと私見張りするね。何の見張り？進むことだけ考えてていいよ。周りに誰かいないか見張る。どっちだっけ？左。あ、トイレトイレ。待ってる待ってる。あいつほんと動かないね。腰にてー。なによいしょ。おけた？おけた。あ、登れた。登れる。よいしょ。頑張れ。クイッと。クイッとね。下にね。合わせてね。クイッとね。よし。すっごい、あ、ダン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 って力強い。ニッパーが来てるのね、今ニッパーで。ニッパー最強じゃないか。うん、もうさ、お、なんか、なんか出てる。 あ、進むマークじゃん。あ、そういうことね。もうさ、この前が見えない感じがさ超怖いわ。なんかネズミの死体とかいそう。ふってだったら誰かいるんだよ、こういうの。あと、だいたい何ん、始まった。やべえ！怖い怖い。うん、やべえ！おーい。え、もうムービーだよね、ムービー。やば！いや。清水さん、事件です。事件だよ。一番のホラーだよ。ホラーってホラーじゃないよ、これも。え、殺人じゃない？え？あ、これ目撃しちゃったわけね、ここから。え？うわぁ、もう、え、やばい、なんかもう催涙ガスみたいな。やばくない？なんじゃなんじゃ。進めた？あ、熱い容器の。あ、びっくりした、よかった。かね、こんな学校ある。そうだよね。いや、音リアルだね、なんか。そうなんだよね。臨場感。クモの巣がいっぱいある。ここは何もないでしょ。うわぁ、バルブね。何？さっきのシューと同じ形だからさ。あの先にあんのかな、じゃ。ってことかな。あ、止まるの、あれが。止めていいの？おじさんに気づかれない？やだやだ。あのおじさんが一番怖いよ。すごいね、どんどん進むね、清水氏。え？あ、バルブ？バルブ。何もない？何？ここどこ？下見れるのかな？おお。低加湿かな。あ、また。え、どんどんそんな閉めちゃっていいの？爆発しない？あー、爆発したらきっとあのおじさんが追いかけてくる。やだよ。左だっけ？さっき蒸気がすごかったとこ行くの？行ってみる？左？もう一個奥だっけ？あ、バルブでしょ。そうそう。じゃあもう一個奥だ。もう一個。止まってる。あ、2つ閉めたからってこと？あー、ニッパー。ニッパー本当に無敵だな。ね。無駄のない動きをするよね。パン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 。おお。え？絶対行っちゃいけないとこだよ、ここ。何系？え、もうバレるじゃん、こんなバン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 なって。え、今捜査中？
捜査中。なにやだ、帰りたい。もうやだ、止めて。なんか言ってた、言ってた。何や、なに、あの金庫、金庫、金庫。なにこれ、呪い、呪い、あー、文章文章。なに既存の、な、読めない。3番と4番をつなげるって赤文字。どういうこと。あ、もうそれ以上に光らない。なに、右にもあったよ、奥に。それも違うの。これか。あ、うん、いけた。何番だっけ。3と4、3の、ズン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 だから、ここもじゃない。これだ。あ、ズン。床にあったやつじゃない？一緒じゃない？あ、ね、同じ文字なの。家庭ガスのゲット。まあ、あの女王様に差し出せばいいんじゃない。それも拾えるの多分。しゃがんでみた。四角だっけ。うん、今しゃがんだ。なんか高く売れそう、うん、縁起物だって。何もいいこと起きてないけど今のところ。本当だよ。ただ学校に来ただけなのに。外出られんの。あ、え、どういう反応なのこの人。ありがとう。外で待ってたの。やるじゃない。なんで女使ってくんの。次から自分でやれよ。そうね、次があったらすごいけど。そんなんじゃ女の子にモテないわよ。お前にはいいよ。こっちだって願い先だ。こんな話知ってる。この学校戦時中は病院として使われたらしいわ。いや、学校の七不思議だよ。大勢の人が死んだから学校中が幽霊だらけっていう噂もあるみたいよ。もしかするとその噂本当かもね。この子意地悪だよ、頑張ったのに。本当だよね。なんか方がいい。驚いた？あんたこういう話苦手そうね。心臓やられてる。死んじゃダメ。生きて。扉が全部閉まっちゃう時間だわ。この学校は10時を過ぎると全ての扉を閉めるの。行動の玄関以外はね。だから外に出るには行動へ行くしかないわ。ここと新館と行動と全部つながってることは知ってるわね。転校してきたばっかだから知らないのです。向こうの廊下の鍵。本当だよ。ねえ、帰りに開けといて。なんでそこは知っているの。持ってるの。先に行って。私まだやることが残ってるの。消えた。鍵をもらいました。はい。あ、でもさっきの、もう一個の扉の方は、あ、そう ね、 ね、あの鍵かかってたとこだ、出られる。あれ、何、あ、そうそう、ウェイツー、もうこれ嫌い。これを変えてほしいんだけど。この音変えられないから今。ピロリンみたいな。あ、鍵、いけそうだよ。いける、ほら。あ、いけるね。てい、てい、えい。まあ、いや、これでもクリアなら全然楽しいんだけど。もうさ、なんだろうな。ね、明るくついてるんだけど。これさ、手形っぽくない？なんかさ、ちょっとさ、もう、もう、逃げて。ハッシュってどこだっけ。あ、上、上、上と、まっすぐ。え、やばくない？危ないところだったね。
夜にこっそり入ってきたのがバレたら守衛さんに怒られちゃうし、怒られるどころじゃないんだよすごく怒られるよ。ほら同じこと言ってる。それでいいんじゃない、人間の目つきじゃなかったも気になるけどまるで何、うん、でも昼は親切な人だったよ。あなた転校生でしょ、同じクラスだけどちょっと恋してんの。いやわかんない、攻めた質問してるよね。私って存在感あるのかなっていう確認なんじゃない。さっきやられたからこっち行きますよ。いってらっしゃい。しずくのことも知ってるの。まあしずくを知らない子なんていないよね。転校生でも例外はないんだ。私富永ひかりっていうの。あなたは山本くんだよね。あ、だからユウトだから違う人だね、うん、この時間に何しに学校に来たの。ちょっとそれを聞かれるとどうします、どうします。もう素直に言っちゃえばいいんじゃない。そうだ、ね、しずくの情報をもらえるかもしれない。ああ、そう、悲しい顔させちゃったよ私乙女心わかんないかもしれない。ところであなたはいつも一人のようだけど友達はいないの。すごい質問するな気になってんだよ。あ、左行こう左、ちょっとここのさ、いるじゃないか。恋愛シミュレーションゲームみたいになってきたね。ひんちゃん他の友達もすぐできると思うよ。すごい惹かれた、すごい惹かれたぞ。それじゃあ私は先に行くね。ほら捨てられちゃったよ、ね、気をつけて。ちょっとだけ気を持って。おー、びっくりした誰かいいのかと思ったら、あーなにやだ。あいつ追っかけてくるの。え、照明つけたり走ったりすると見つかる可能性や危険性が高まるって。じゃあ走れないんだ、うん、でもこの中は調べたいよね。でもさ、電気つけないと分かんないよね。見つけらんないんじゃん。頑張って逃げればいいんだよ。そうだね、うん、ういー、さあ、とっ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 と。よし、かゆくなってきた。やめてよやだよライター高校にライターなんて持ち込んでいいの。なに、ういーいでも扉系全部ダメじゃん。出たらでもいそうじゃない。走ればいい。ういじゃあ、え、どっち行く、どっち行く、あ、光ってる光ってる光ってる。でも音、え、なんか戻してる、戻してるじゃん。ああ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 開きましたよ。え、ここさ、あれじゃない、さっきさずるずる連れて帰ったとこだよ、あの子が。え、マジで。だってこの非常口ってとこ開いてなかった。やだ、行きたくないよ。え、帰ろうよ。上行く下行く。え、どっちが地上。わかんない、地上がいい。あ、え、でも行けないんじゃない。行けないんだ。え、やだよねえ、なにさっきの顔。あ、もう、あいやだそれぞれの会やるんだね。もう歯とかやめて超怖いから。こっちからいけぬ、いけぬの、いけ、いけるの、帰るの、帰る、帰れないの。これってさっきのところ、あ、さっきのところ、うん、上がるの、3階もあるのね。でもお腹痛くなんだけど。おお、いけないのね、うん、いけないの、いけないのね、行けないの。2階、タイミないの。2階に行くしかないの、ね、あれ何、ほろのこと来た、恋文、え、見たいちょっといいね、ここに来てちょっとほんわかした ね文章。はい、見ます。中身は見れない、中身は見れないのね、うん、どこ行けばいいんだろう。これさっきが1階で同じ作りになってるってことかな。いけない、うん、反対側。
やだよ。あいつ来るよ。やだよ。はあ、もうあの女の子たちについてけばいいのにね。あ、いけそう、入れそう。でい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 。もうここで現れたら袋のネズミだよ。本当だよ。血まみれの問題集いらなかったねあ、なんで消えたの。時間式エコだね。見つかるよ。私ホラー嫌いほらつけろ、もうやだよ。またつけろって。もう全部ついときゃいいのにね。鍵いる、鍵いる。あ、なんかある？押し入れの中の女？タイトルが怖いな。どうでもよかった。ちょっと消しましょうね。やだやだ。雨降ってる。あー、びっくりしたよ。もうやだよ。やだやだ。10時半じゃん。何もないのね。何もないのね。お腹が痛いな。あ、こうやって走るの？あ、走ったら見つかっちゃうんだよ。ダメなんだっけ。そうだよ、走ったら見つかっちゃうんだよ。何あいつ。え、新しい。おお、誰だい。あ、びっくりした。もう、何をいきなり。びっくりさせないでよ。ジムなんですけどね。あ、びっくりですよ。え、お前そんなこと、え、お前、お前さっきの鳩。何？なんでそこで突っ立っているの？今日どっちがいいかな。あ、でも8組に4、うん、8組に4あったっけ、うん、分かんなくなってきた、うん、いいか。今日ってすごい目で見られてる。何の用だよ。さっさと答えなさいよ。ここの学校気強くない、みんな、うん、みんなね、ひかりちゃんぐらいだよね、優しいの、うん、でしょ、うん、ひかりいい子なの。教室に忘れ物は君が道を塞いでるからだろ。あら、そう。それは失礼しました。ふん。はあ。ちょっと待って。よく見ると、初めて見る顔だけど。今。うん、どうする？転校してきたばっかり。そうだね、素直にね。もしかして、しずく先輩と同じクラス？しずく先輩なの？はれよはれ。また小林がしずく先輩の周りをブンブン飛び回るのね。はいはい、すごい面白いね、この子。君は何してたの？何でもない。どうぞお気になさらず言ってください。ちょっとこういう子いるよね、うん、え、鍵いるじゃん。鍵いるよ。何だったのこの子。こっちも鍵かかってる。ちなみに何書いてたの？はい、え、どこも行けないじゃん。すん、すん。あ、なんかある。いいのあります。よく、さっきのやつ買えるよ。そろそろジュースも飲みたい頃ですよ。あー、風邪でした。無駄にいい音でやると怖いね、ここ。悩み相談。帰りたいですって入れたいね。ね、我々を返してください。いけるの？でも非常口はいけるから。いや、これをさ、いや、なんかすごい家で一人でできる人すごくない？本当にすごい。あ、戻ってきた。
あ、これあれじゃない、2階だから同じ作りでいいってことかな。あ、そうだね。もうマップがわかんない。マップ持ってたね。マップ持ってたよ。どこ行きたいの私たち。マップ、三角、そしあ、体育倉庫ってさっきあったけど別に関係ないね。行動に行きたいんだよね。行動で行ったら出られるから。で、どこ行動はどっかからつながってるんだよね。あ、待って、こうだ。これが本館に帰…外に出たいよね。そうなんだよね。どことつながってるっつってたっけ。オカルト同好会とかある。とりあえず全部開けていくしかないね。はい。なんか光ってる。あ、さっきと変わったりすんの。またコイン。いいのか、これはもらっていて。あ、先がかかってるでしょう。さっき大丈夫だったじゃん。あれ、ここ入れないやつだよ。あ、ここ入れない。うん。戻るか。戻る？一階に戻る。一階ね。あ、そっちから？まあ、また別に ここに窓あるわけじゃないのよ。窓から見ちゃう。事務室の鍵保管庫にあるから使うといい。工具箱にあるあれに書いてある。書いてある。もう何なの？ここもダメでしょ。階段でこんでこん。あ、ここからか。あ、これだ。もうどこ歩いてるか全然わかんなくなるの。あちゃ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 。1階におります。でで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 。すんすん。ここ1階。ここでマップじゃない。あ、違う、これもまだ上じゃない。うん、1階。これ1階、1階。うん、3階は行けなかったからね。事務室、あ、すぐだ。え、これを今こう、あ、左行けばいいの。うん、左だね。うん、これは保健室。保健室、これ事務室どこ。あ、あそこじゃない、ほら、この横ってこと。あ、繋がってるんだ、中でってこと。あ、うん、待って待って、やっぱり中で繋がってる。あ、じゃあ中入っちゃえばいいのか。うん、あ、これか。さっきのここだったのね。ふん、ふんふん。電気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 、あった。あ、あ、光ってるの。またサインペン。もういらないんだけど。サインペン。あと、あの制服が嫌なんだけど。あれ、さっきここ来なかったっけ。あ、来てない。でもやっぱり見えてないとこがあった。もうなんか足音超怖い。なんか足音聞こえてない。ほら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 。え、なんなのこの SE。 え、意味なくない。事務室来たのに。どっかに隠れてるんだよ、きっと鍵が。すごくないね。出ますか。
夢に出てきちゃうやつとんでもねえ学校でしたけれども、はい、皆さんはねぜひ謎だったりを解き明かして、はい、私たちが行けなかったところにまで行っていただきたいと思います。ね、でもねやり慣れてね私たちにしては結構進んでる方だなっていうのが思ったあったので、ね、皆さんもぜひやってみてください、はい。ではですねご覧の皆様に素敵なプレゼントがございます。はい、私たちの直筆サインを入れさせていただいた、はい、ホワイトデー学校という名の迷宮のプレイステーション4パッケージ用ジャケットをですね抽選で3名様にプレゼントさせていただきます。はい、そうそう購入してですねジャケットを入れ替えると、まあ、こんな感じに、うん、こんな感じになりますね。こちらにここにねサインが入っておりますので、はい、ぜひぜひ応募していただければなと思います。はい、はい、今からですねお伝えするキーワードと、うん、あの動画の感想を、うん、私たちがね頑張ってプレイした動画の感想をはい記載していただきまして、なんであそこ気づかなかったんだよとかはいらないんで、ね、優しいコメント待ってます。はい、ホワイトデー学校という名の迷宮の公式ホームページにですね、うん、応募フォームの方をあのご用意させていただいておりますので、うん、こちらから応募いただければと思います。はい、そして漢字のキーワードなんですけど、うん、キーワードは雫と光、我々がね担当させていただいてるキャラクターの名前ですね。はい、光はねちょっと出てきたけど、ね、雫は出てきてないから、そうなのよ出てきてないの、ね、でも、うん、キーワードとしてはいっぱい出てきてたからね。そうなんです、このねあの、うん、表紙のこの子なんですけど、あーそうなのか、そうなんですよ、あ美人確かに、はい、この子、うん、この子がねあの出てきますので、うん、この子にぜひ会ってあげてください。はい、はいお願いします。応募期間などの詳しい情報はホワイトデー学校という名の迷宮の公式ホームページをご確認ください。はい、お待ちしております。お待ちしております。それでは8月24日発売予定、ホワイトデー学校という名の迷宮をよろしくお願いします。怖い